復活選手お疲れ様です。お疲れです、まずは開幕戦に向けて、1週間を切りました。改めて、自身のコンディションを教えてください。まあ、開幕戦はやっぱり、まあ、ワクワクするし、まあ、緊張感も独特な緊張感があると思うんですけど、まあ、僕自身本当にキャンプから、まあ、怪我なく来れてるんで、まあ、ベストなパフォーマンスをできるように、まあ、本当に今週に向けていい感じで来てます。もちろん目指すは勝利だと思うんですが、勝利のために1週間、練習でしておきたいことなどはありますか？まあ、技術の面とかは多分1週間でうまくならないと思うんですけど、まあ、メンタルの面でうまく、まあ、チーム一つとなって、まあ、本当町田ゼルビアという本当にチームで襲いかかって勝ちたいなと思います。改めまして、深津選手個人では6年連続の副キャプテンということが発表されましたが、今年チームでやろうと思っていることなどはありますか？まあ、特に、まあ、毎年毎年変わりはないんですけど、まあ、本当にチームのために本当に頑張るだけなんで、本当にそれだけはブレずにやっていきたいなと思います。開幕戦では、アウェーとなりますが、たくさんのサポーターの方いらっしゃると思います。改めましてファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。本当に一試合一試合本当に6位以内を目指して今年は頑張るんで、応援よろしくお願いします。